どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスターです。本日はですね、ANA がね、新しいサービスをね、開始いたしまして、一応ね、ANA グループっていう感じで、今回ね、ANA ネオっていうね、会社が運営しているんですけども、こちらのね、ANA グランホエールっていうのをですね、サービスをね、開始いたしましたので、本日はね、こちらの解説というよりかは、まあ一緒にね、見ていきたいななんていうふうに思います。私もね、こちらまだね、やったことなくて、これからね、ちょっとやらせていただくっていうふうになりますんで、こちらね、プレスリリースになってるわけなんですけども、バーチャル旅行を楽しんでね、マイルが貯まるということで、ANA マイルがね、貯まるのであればですね、これはね、ちょっとやってみないとということで、今回ね、やっていきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらがね、ANA プレスリリースで発表されているわけなんですけども、ANA ネオからですね、2023年11月の11日にですね、プレスリリースが打たれております。バーチャル旅行を楽しんでマイルが貯まるアプリ、ANA グランホエールということで、本日よりローンチということで、こちらのね、ANA グランホエールっていうのはまあ何なのかっていう話なんですけども、このね、スマートフォンアプリみたいなんですけども、これを使ってね、バーチャル旅行がね、楽しめるサービスっていう風になっているみたいなんですよね。で、このね、バーチャル旅行をきっかけにリアル旅行で行くお客様を増えることや、越境 EC に送る特産物の販売による地域創生の貢献をね、目指してまいりますということで、スマートフォンアプリを使ったね、バーチャル旅行がね、できるアプリっていう風になるんですよね。しかもね、なんかミッションみたいなのをクリアすると、まあ、ANAマイルもね、貯まるようなね、仕様になっているそうですので、まあ、ちょっとね、こちらは面白そうですよね。で、こちらにね、詳しく書いてあるんですけども、ANA グランホエールはバーチャル空間に様々な旅先を再現することで、より自由に、より快適に旅を楽しみいただけるプラットフォームアプリです。V トリップ、バーチャル旅行空間及びスカイモールショッピング空間のサービスで構成されています。また、ANA グランホームアプリ内で提供されているアイテム、グランチップを集めると、ANA マイルに交換することができ、リアルの旅行でも活用していただくことができます。スマートフォンでワールドトラベラーアバターとなって、ANA がおすすめする旅先やショッピングやバイオリニスト、作曲家として国内外を活躍する葉加瀬太郎氏が作曲したメロディーとともにお楽しみいただけます。スカイランドの一同、皆様のご登場をお待ちしておりますということで、まあこちらね、ANA のね、マイレージ会員と紐付けていただければ、このね、バーチャルプラットフォームですね、貯めたグランチップっていうのも ANA 前にね、交換することができるみたいなんですよね。で、またね、V トリップ、いつでもどこからでも楽しむバーチャル旅行ということで、このね、バーチャル旅行空間ではですね、スマートフォンアプリからですね、360度バーチャルで楽しむことができる仮想のね、旅みたいなのが利用することができるみたいなんですよね。まあ、こちらね、一時っていうのかな。まあ私はね、こういうの全然やったことないんでね、やったことある方ね、いらっしゃるかと思うんですけども、まあ先日ね、マリオットボンボイの方でもね、あれは何でしたっけ、フォートナイトでね、マリオットランドがね、できたりしてましたけども、まあそれと同じような感じなんですかね、アバターを使って、まあ仮想通貨でですね、まあ旅行を楽しんだり、ショッピングを楽しんだりみたいな。で、またね、そこで ANA マイルが溜まったりということで、まあ ANA マイルが溜まるんであればね、ぜひね、ちょっと体験するのはね、まあいいのかななんていうふうに思っておりまして、このね、V マイルっていうのをですね、この ANA グランホエール内でね、使えるみたいなんですけども、これがね、1マイル、1V マイルにね、交換することで、アバターのファッションやね、デジタル商品などの購入とかもね、利用することができるみたいなんですよね。これはね、ちょっと面白そうではあるんですけども、どんな感じになってるかね、まあ一緒にね、やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、ちょっとね、ダウンロードしていきたいな、なんていうふうに思います。公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、もしね、気になる方はそちらから、利用していただければな、と思います。こちらが公式サイトですね。ANA が送る新しいバーチャル旅行体験、楽しむだけでマイルが貯まるということで、こちらね、なんかツイッターとかもね、やってるみたいですね。グランチップ200枚で ANA マイルが貯まるガチャ1回引けます。外れなし、なんと最高100マイルがもらえちゃうということで、まあこちらね、まあ無料でもらえるんだったら全然いいですよね。ということで、こちらね、ダウンロードしていきたいなと思います。ということで、ちょっとね、こっちに画面を切り替えてですね、ちょっとやっていきたいななんていうふうに思うわけなんですけども、このね、一番上の ANA グランホエール、これがアプリですね。これをダウンロードしていきましょう。まあこちらね、この動画出てるのね、11月の12日になってると思うんですけども、これプレスリリース出たのね、昨日なんですけども、
まあ、全くっていうほどね、話題になってないですね。いや、このバーチャル世界でね、まあ、買い物ができたりとかね、こういうのって、まあ、一時って言ったらいいのかな。まあ、今はそんなに、あれですよね。まあ、どうなんだろうな。まあ、私はなのかもしれないですけども、まあ、そんなに今ね、利用してる方いらっしゃるのかな。一時なんかすごいね、話題になってね、YouTube とかもね、結構バンバン出てたりしましたけども、やはりね、このバーチャル空間でね、360度楽しむみたいなのって、初期投資でかかるじゃないですか。そういったなんか機会をね、用意しないとね、利用できないと思うんですよね。ですんでね、私も楽しそうだななんていうふうには思ったんですけども、結局ね、やったことも触ったこともね、ないっていうふうになるんですよね。で、ちょっとね、今ダウンロードしてるんですけども、ちょっとダウンロードかかるみたいなんでね、またダウンロード、完了したらね、やっていきたいなと思います。ではね、ダウンロードが追加で終わってかなり変わりましたね。4、5分ぐらいかかったと思いますね。プレイヤー名をね、決めていきますんで、チャックバスでいきましょうか。はい。居住エリア、日本ですね。あ、これで、アバターを選ぶ。適当に選びましょう。かっこいい下にして。はい。これで OK。あ、カスタマイズとかもできるんですね。あ、これがワールドトラベラーっていう、あれになるんですね。いや、でもこれあれですね。うん、始めるまでにね、結構時間がかかる。はい。まずダウンロードにね、結構時間がかかるんでね。おー、すごい。Welcome to Grand Whale。スカイアテンダント、高田葵さん、斎藤翼さん、アストリア。あ、これはアテンダント。じゃあ男の人にしましょうか。で、案内をお願いする。あ、これですね。バーチャルの答え V トリップで世界中丸ごと旅することができると。V トリップにはスカイロビー内にある V トリップカウンターから出発できます。AGW 内、ANA グランホエールの略ですかね。各エリアにスカイロビーから歩いて移動することができますが、マップ機能でショートカットも便利ですので、使ってくださいと。次にミッションについて、これですね。はい。ANA マイルが貯まる。はじめは、初心者ミッションを挑戦して、AGW に詳しくなりましょう。最大100マイルがもらえるそうなんですね。グランチップについて。グランチップはスカイロビーやスカイモール内で集めることができるアイテムです。一時獲得できる枚数に限りがございます。集めたグランチップは AGW で使える様々な衣装アイテムと交換できます。また ANA マイルクラブアカウントと連帯でもお客様 ANA マイルを貯める ANA マイルガチャを回すことができます。これですね。はい。あ、ここで ANA のね、お客様番号とパスワードを入れるんですね。入れましょう。認証完了ですね。これでできる感じですかね。基本的な案内以上ということで。はい、せっかくなんでね、ちょっと見ていきましょう。ログインボーナスでこんなのがもらえるんですね。ANA グランログインボーナス。今日と明日、明後日ログインすれば、また150チップと V マイル10もらえるみたいですね。あ、ログインボーナスが届いて。あ、このメールから見れるみたいですね。あ、これで受け取ると。Wi-Fi 環境下でやってますけど、だいぶカクついてる感じがしますね。これ今、リアルでこの入ってる人たちがいるんですかね。どうやって動くんだろう。あ、これか。あ、そうですね。面白。これはちょっと面白いですね。何でしたっけこれ。セグウェイみたいに乗ってますね。いやー、あ、グランチップ獲得しましたね。なんかしないけど。あ、マイルガチャ回せるそうです。200で回せるみたいですね。まだ40ぐらい足りない。これは面白い。ちょっとログインまでね、時間かかりましたけど、これはちょっと面白いですね。で、これは何なの。愛媛から新しい島々を渡って、広島平しなめ海道はサイクリストの聖地と呼ばれています。あ、これが V トリップってやつかな。あ、そうっぽいですね。これちょっとお願いしない。ちょっと後にしましょう。でもいろんなのがあるんですね。ニューヨークないのかね。あ、星野リゾートトマもありますね。はい、スポンサーに星野リゾートが入ってましたね。あ、グランチップ獲得した。今なんか当たったっぽいですね。すごいですね。これ今、やっぱリアルに今ログインしてる人はこうやって見れる感じなんですかね。すごい。これは、うちなんちと行く、定番、大定番を来たわ。ANA マイレージモールに入会することもできるみたいですね。これ面白い。で、ここは何なんでしょうね。
ちょっと話してみましょう。あ、これ先ほどの案内してもらえるんだ。さっき説明受けたんで大丈夫そうですね。まあこういった感じでいろんなバーチャル体験とかできるっていう感じなんですね。で、このマップから移動できるってさっき言ってましたもんね。これが今ところでスカイモール。あ、行けるみたいですね。行ってみましょう、スカイモール。あ、スカイモール到着です。これグランコイン、グランチップ。ゲットできるっぽいですね。あ、もらいました。10。あと20で引けそうですね。あ、ここも V トリップなのか。違う。あ、これは違うのか。これは違いそうですね。で、どこまで行けんの？あ、これでも取れない。ここに人がいますね。ロケポストを見る。ちょっとわかんない。なんだ？風船とかの？シャボン玉みたいな。なんだ？これ別に何もなさそう。もちろんこの、ここにいる人たちと喋るみたいなこともできるんですかね。ちょっとよくわかんないけど。はあ、すげえ。あ、この中に水野とかね。水野とか、ああ、グランチップ。たくさんもらえてる。これで引けますね。ああ、200円いけました。これで ANA マイルに多分交換できる、あれが。何どうしたあ、落ちた。落ちましたね。あ、今連帯しといた方がよかったのかな。ちょっとまだなんかあれっぽいですね。不安定な感じがしますね。うん、まあこれから改善されていくでしょうけども。あ、戻ってきて拍手されてる。でもグランチップをゲットできたんで、これで使えるでしょう。あ、引けますね。ああ、こういう交換所、あ、交換所か。ま、これはまた違うの。あ、こういうね、アバターの衣装を交換したりできるんですね。このグランチップを集めると。で、このマイルガチャを引くと、マイルが引けると。まあ、せっかくなんで、マイルガチャ引いておきましょうか。1回、200。あ、1マイル。特に演出ないんですね。ちょっとなんか、ANA ポケットみたいな感じかと思ったらそうでもないね。まあこれからできると思うんですけどね。面白いですね。なんか結構いろんなところにこのグランチップが落ちてるっていうか回ってる。ですんでこれを取っていけばね、結構あれなんですね。ちょっとスカイモールもう一回行きましょうか。さっき落ちましたんで、ね。で、今スカイロ、ストリートギャラリーにいるのかな？スカイロビーにいるのか。このスカイパークとかね、またどんどんこの世界が広がっていく感じなんですかね。これはでもちょっと面白いですね。まあ、ちょっとね、ダウンロードと、あれに時間がかかりますけどね。まあでもいいんじゃないかな。実際の EC サイトで購入できるとか、できないとか。まあこういうなんかメタバースみたいなのってそういうのができるんですよね。はい、同園とかね、入ってますね。すご。本物のお店じゃないですか。で、こういうのも本当に買えるんだ。95,700円で書いてある。すごいですね。ちょっと、入ったつもりはなかったんですけど、お店に今入ってみたい、みたいですね。今の何のお店だったんだろう。あ、また入っちゃったじゃん。ちょっと意図せず入っちゃうことがありますね。はい。で、なんかまた追加でダウンロードして。あ、すごい。三菱 UFJ 銀行。なんか意図せず入って、意図せず出ちゃいましたね。ちょっと、まあこんな感じにスカイモールはなっているということで、あ、さっきのジョーナルスタンダードに入ったのかな。あ、グランチップある。じゃあこれはちょっと、ひとまず、もう一回、ストリートギャラリーに戻って、ちょっと V トリップを一回やって、今回の動画を終わりにしましょうかね。あ、でも結構長そうだ。15分とか書いてある。結構長そうですね。まあでも、いいですか。とりあえず入って途中で終わりにしましょうかね。はい、ということで北海道行きましょうか。うわ、課金が必要なのかな。課金っていうかちょっとよくわかんないですけど、お願いしたところで私多分持ってないと思うんだ。でも購入確認って出ますもんね。購入って聞かれちょっとあれですもんね。これあれな、この V トリップが、あ、これ買えるんだ、すごっ。 V トリップがなんかね、無料でできると思うんですけど、どういうこと。購入するって押したら、押してみます。支払い画面になっちゃう。あ、大丈夫ですね。あ、ちょっと、もともと何ポイント私が持ってたのかちょっとよくわかんないですけど。出発。あ、ミッションクリアしましたね。
何のミッションかわかんないけど。あ、で、ダウンロード。やっぱりお金がかかんない。ここでお金がかかったら、ちょっと、よくわかんないですもんね。はい。まあ、とはいえ、あれですね。ダウンロードが結構入るんでね。Wi-Fi 環境下でやんないとダメですね。外ではちょっと利用することができなそうですね。ああ、すごい。移動した。ガイドを読む。ここは星野リゾート、北海道最大級の滞在型リゾート。思わずずっとアイスビレッジ。ああ、ここに来るときはスキーウェアがおすすめだよって先ほどありましたもんね。あ、寒がってますね。寒がってますね。あ、次のエリアとかいろいろ行けるんだ。ハプニング起きてますよ。ハプニング起きました。ルーレットを待って。外れましたね。冬の遭難。体力が減る、死ぬかと思った。だそうです。まあこんな感じで、まあ各場所のね、あれが見れるっていう感じなんですね。先ほどのミッション、あ、こういった感じで、あれなんだ。初心者、あ、さっきね、コイン受け取って、あ、もらいましたね。ということで、これでまた、マイルが貯めれるっていう感じですかね。ということで、帰りましょう。あなたのミーツ濃度を更新ということで。V トリップのトマムがコンプリートしたみたいですね。で、これをマイルに使うことができると。はい。じゃあ最後、マイルを引いて終わりにしましょう。お !5 マイル当たった。いいですね。まあ、こういった感じですね。はい。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今回ね、ANA がね、新しい ANA グランホエールっていうね、新しいね、バーチャル旅行体験がね、楽しめる ANA のね、サービスが始まりましたということで、解説、まあ一緒にね、見させていただいたわけなんですけども、まあ今見た感じだとですね、日本国内しかね、今のところなさそうですけども、まあこれがね、海外とかに広がったらですね、良さそうですよね。はい。私もね、ちょっとニューヨークとかね、出たらね、ちょっと見たいなと思いますし、まあ、これでね、まあ、ポチポチやってたらね、マイルが貯まるのであればですね、まあ、マイルが貯まるうちはですね、まあ、暇だったらね、利用していただくのもね、全然いいんじゃないかな、なんていうふうに思います。この探知眼でね、6枚ぐらいね、獲得することができましたんで、気になる方はですね、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしてみていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。